今日はお昼です。こんにちは。初級ありがとうございます。古舘葵です。こんにちは、コンスタンティーニ、ありがとうございますブロッコリーちゃん、ブロッコリーちゃん、ブロッコリーちゃんですあ、あおさん SNS さ、年齢まだ変えてなかった。昨日夜にーやに言われたんですよ。まだ15歳のままだよ。朝変えようと思ったのに忘れてた。後で変える。こんにちは。こんにちは。皆さん今日は何時に起きましたか？青は10時くらいに起きました。割と遅め。もう昨日何時に寝たか覚えてないんだよね、全然。なんか時計見てなかった。でもやっぱり早寝早起きが一番いいよね。あ、遅寝遅起きだ。でもあれなのかな、みんな今日もお仕事の人多いのかな。休み？お休みが多いのかな。しばらく昼と夜に配信をしようと思ってるのではい、今日はお昼だけだけど、今日はお昼だけです。ニーアンテレビ見てくれてま、見てくれてました。見たよーって来た。もう今お盆休みなのかな、日にち的に。
ね、お盆ってさ、日にち決まってるの？お盆ってさ、何日から何日までとか決まってるのかな？こんにちは。朝ごはん食べました。さっき食べただいぶさっき食べたから、朝というかお昼というか。13から16？ ああそうなんだ。13、じゃあ明日からか。青のイメージは10日から15日くらいだと思ってた。地域によって違う。あ、そんなあれなんだね。なんかめっちゃ決まってるわけじゃないんだね、お盆休み。そう、誕生日くらいから始まって15日くらいまでのイメージだった。カウントダウン TV プールサイドとはいえ暑かったですね。暑かったちょっとまた焼けちゃったんですよ。で、東京と田舎は違う。あ、そうなんだ。そうなのね。やっぱ東京とあれ地方で違うのかな。お墓参りとか、お墓参り行ってました。今年多分行けるかな。今年まだ行けてないけど行ってました。岩手のおばあちゃん家行ったりとか、行った時におばあちゃんとお墓の掃除しました。でも最近ももうしばらくおばあちゃん家も行けてなくて、全然。こんにちは。そうなんです。そうなんですって。難しい。東京の家にも全然帰ってないし、そろそろもう慣れたそろそろ慣れましたね。そろそろもう慣れた。で買ったカバンを持ったのと少し違くてショック。
あでもまだね、通販でショック、間違ったことない、ショック受けたことまだないかも。岩手まで一人で行ける、もう行けると思います。でも昔は行けなかった。昔は全然行けなかったけど、もう行けます。もう普通に東京から新潟も一人で全然余裕だし だから全然大丈夫だと思います。でもなんか新幹線さ、何、乗り換えないじゃないですか。一本で行けるから、そういうのでは普通の電車に乗り換えるよりは簡単なのかなと思った。お疲れありがとうございます。ひまわりありがとうございます。そうそうなんですよ。で昔でもね、一人、何、なんかいつもは小4くらいの時に、いつもだったらね、お母さんと一緒におばあちゃん家に行くみたいな感じだったんですけど、小4の頃初めて、おばあちゃんが東京まで迎えに来てくれて、で、青が一人で、おばあちゃん家に行くってことをしたの。そう。だから、それで、そう。小4って結構大きいじゃないですか。小学校4年生って結構大きいけど、もう寂しすぎて、夜泣いて夜泣いてママに電話してた。でめっちゃおばあちゃん困らせてそう、そういうのがあった。東京の方の駅、いやでも東京の駅って大きいじゃないですか。難しいよね。でも上見て歩くとね、着くよ上の表示見ると。初めてのお使いはそんなにね、全然小さくなかった全然小さくなかったですね、初めての使い。でも覚えてない。でもね、全然大変じゃなかったのは覚えてる。初めて感がなかった、なんか初めてのお使い、めっちゃ近くのスーパーに行ってコーヒーを買ってきてって言われてコーヒーを買ってくるっていう。それも多分小3小4くらいだったっけ、小2かな、いやでもなんかそれくらい、なんか幼稚園の時じゃなかった。東京駅めちゃめちゃ迷う。東京駅はめっちゃ迷います東京駅は難しい。でもだいぶ攻略できましたね。今来ました、ありがとうございます。上見ると着くよでもたまにね、たまにない時あるけど、たまにない時はだいぶ困るけど、
急いでご飯食べてきた。ありがとう。渋谷駅、あ、渋谷駅一人で行ったことないんだよね。渋谷は基本お兄ちゃんか、前だいぶ前にメンバーと行ったとか、それくらい。友達とかとか一人で渋谷行くことあんまりない。東京駅違う駅にたどり着く。なんか出口がね、お昼ご飯なんか朝ごはんと昼ごはん一緒でいいかなみたいな感じでございます。ハートありがとうございます。新宿駅、あ、新宿駅も一人で行ったことない。あったっけ。新宿駅は一人じゃないですね。一人で行ったことない。だからお兄ちゃんとかと、やっぱり兄やんと行くことが多いかも。そういう駅、そういう駅の感じ。綺麗になった。そうなんだ。お昼休み、あおちゃんの声が事務所内に響いてるのが恥ずかしい大丈夫かな。でもさ、地下鉄はさ、ね、地下鉄、東京の地下鉄のさ、あの出口探すのむずくない？東京の地下鉄すっごいさ、いっぱい出口があるじゃないですか。あれちょっと難しい。間違えると変なとこに出ちゃうからさ地上に出た時にここどこ？そう、難しいかな。東京駅から丸の内線乗り換えが微妙。わかる。え、わかる。めちゃめちゃわかる。それめっちゃわかる。丸の内線難しいよね。いまだにわからないもん。でも新潟に来てから電車乗ること本当になくなったから、新潟の電車はね全然ね乗らない。そうそう、徒歩、歩いたり自転車乗ったりします。あとバスも、バスさ、バスめっちゃ走ってるよね。新潟めっちゃバス多い。道路見るとバス走ってる。
すごい、なんか自転車あるんだ、自転車乗れるんだ、自転車乗れますよ、自転車乗れます自転車普通に乗れますよ。自転車大好きよ。補助輪付きじゃない、補助輪はねもうだいぶ昔に取れましたね補助輪はだいぶ昔に取れました。勝手に乗れない、本当ですか。基本、いや東京にいる時も結構乗ってましたね言われたんだけど、補助輪なしで乗れるなんてすごい、すごいですかすごいですか。補助輪なしで乗りますね。練習しましたパパと昔に、5歳くらいの時に。こんにちは。東京では自転車ダメだった、東京の時。こんにちは、こんにちは。あおちゃんお皿みたいにちょんまげしないの、ちょんまげしないかなしてほしいんですか。でもなんかさ、誰だっけ、ゆめたんがあげてたよね、めっちゃ昔の写真、ちょんまげしてた時の写真。まあでも学校によると思うけど、三輪車じゃない、三輪車じゃないよ。こんにちは。ゆなこ、ゆなこのストーリーのあれは全然覚えてないんだよね。なんか全然、いつでも公演の時に撮ったんだろうなと思ったんだけど、あのゆなこのストーリーね、全くねわからない、あのいつ撮ったのか全くわかりません。13時くらいまで配信、そうです、それくらい。今日は自転車は何インチ使ってたっけ、一番最初の幼稚園の時に乗ってた自転車は何インチだっけ、16インチ乗ってました、子供用の。でも聞いて、あ、そのね16インチの自転車を何歳まで乗ってたっけ、小3くらいまで乗ってたんですよ。16インチを小3くらいまで乗っててそうで、そっからなんと飛び級をしまして24インチを買って、それをずっと乗ってた。一輪車乗れます、一輪車家にありました、一輪車も乗れるけどそんな上手じゃない。こん
プリキュアついてなかった。母が使ってた自転車は赤いやつでした赤くて白い英語が書いてる自転車だった。今でも覚えてるでもなんかあんまり小3の頃そんな自転車乗る機会なくて、だからあんま使ってなかった。たまに使ってた16インチでもそっから誕生日の時に大きい自転車買ってもらって、で茶色い自転車にしました。こぎ茶の、それもだいぶ長く使ってましたね やっぱりユナコはユナオジです足ついてましたよ補助輪はつけてない。あ、補助輪5歳くらいで取れたから、補助輪はつけなかった。でもさ、耳たぶの形変わったんだよね、右だけ耳たぶさ、こっちさ平べったくなっちゃったの、なんかこっちはね、そのままなんだけどね、こっち平べったくなっちゃって耳たぶの大きさ変わったなんか薄く広くなった福耳でもどうなんだろう、どっちかといえば。でもめっちゃなんかこうはなってないけど、でも耳たぶ大きいんですよ、すごい。米粒乗る、乗せたことないからわからないでも乗ると思う、だってお米ってちっちゃいから。あ、でもどうなんだろう、こうなってないからわかんないけど、これ今ね、右の耳たぶだけなんか大きいなって思った。なんでだろう。耳たぶ触ったら大きくなった。あ、そうなの？でも耳たぶ触っちゃうんだよね、すごい自分で。たまに触る。自分の耳たぶかって、耳柔らかい、耳の柔らかさって何いつもなんか気づいたら触ってることはよ、耳今日は夜配信しないです。可愛くて泣いてる、ありがとうそう、ねえねえ、知ってる、あのさ、あのねこうやるとねすごいね、音が大きく聞こえるんだよこうやると
音が大きく聞こえるから走ってさこうやってね音が大きく聞こえるのだから、すごい学校とかでさ先生がさ話してる時にさ聞こえない時とかこう やるんだよこうやって聞こえるとね空調の音も聞こえるみんなやってみて。聞こえないなーと思う時変えるとねすごい聞こえるおすすめこれの話聞く機会がない。じゃあお仕事の人ゾウが耳大きいのが分かる。ゾウの耳の大きさって何のメリットがあるんですか？気になる。後で調べるでもなんかそういうのすぐ気になっちゃうんだよね。なんかすぐ気になっちゃう。キリンの首の長さとかさ気になっちゃう。すぐ調べる。どうでもいいことすぐ調べちゃう。見に来るの遅くなってしまって、いやいや全然全然。まだ33分なんで。耳動かせない。でもたまにいるよね耳動かせる人。歯はね全然動かせない。動かし方が分かんない。多分動かそうとしたら眉毛動いちゃう。ああそういうことか。木の葉っぱ。そういうそういうお話があるのね。絶対は耳動かせない。顔が動いてる。どうやって動かすの耳って。もうね顔なんもう頭に耳がくっついちゃうから動かない動かない。耳に全集中。鼻動かせる。動かせないあでもあ鼻ね。あダメだ今できなかった。お鼻こうやってやるとあれなんですよ。鼻くっつくのやるとちょっと今できなかった。いや、ゆかさんやってた。ゆかさんやってた。でも青ね、どうだろう。ちょっとわかんないけど。いけるよ。やると。でもたまにできないときある。
村長さんにアルパカに似てるねって言ったら、アルパカに似てるネジって言ったら、アルパカに似てるネジハートありがとうございます。鼻の下にボールペン、鼻の下にボールペン、やったことないけど、あ、でもたまにやる、一人で学校とかではやらない。ハートありがとうございます。この下にボールペンは、あ、可愛くできないんだよね、あれあれ可愛くできないからね、できない。でもあんまり日常生活で鼻の下にボールペンを入れるあれがないねたまにやりたくなって家でやるけど、あれ可愛くできない難しい。あれ将来役に立つよ。役に立つ？鼻の下にボールペンやるやつ。まつげの上に爪楊枝のしたことない。多分乗らないと思う、まつげ。でも今日まつげいっぱいあげた。プロデュース写真、自己プロデュース写真鼻の下にボールペン入れるやつ。フリクションのボールペン、フリクションのボールペンは青はね、あんま使わない。あんまね、青は基本、青の筆箱の中身はね、青ね、ほぼもう色のペン全部ね、あれで使ってるよ。何？6色全部入ってるやつを一本入れてる。あ、本当に筆箱の中身必要最低限のものしか入れてない必要最低限。シャーペン、あ、でもシャーペンは何本か入れてあるんですけど、シャーペンは使うのは基本同じやつ基本同じやつを使ってます。蛍光ペンとかない。蛍光ペンはそれもなんかね、短いさ、短い蛍光ペンがつなげられて3個になるのがあるの。なんか短いやつがこうやって3個つなげられるのがあるんですけど、それを1本持ってる。だから3色蛍光ペンあるけど1本になってるあとは本当に定規とかあとね、普通にノリも入ってるし、修正テープも入ってるし、青はテープノリじゃなくてスティックノリタイプですあ、分度器は入れてない。コンパスは、あ、コンパス筆箱に入れないんですよコンパスは
あの直でもう学校のカバンに入れてる。こんな感じ。消しゴム。何？普通の消しゴム。なんかもう青が一番よく消えるなって思う消しゴム。あの、すみっこ暮らしの棒の消しを使ってます。コンパスケースに入れてます。コンパスはケースに入れてる。コンパスはもうずっと使ってる。小学校から同じ。ケースごとカバンに入れ、なんかコンパス使わない授業とかあった時に入れてなかったんだけど、コンパス持ってきてって言われた時にシュッて急いでカバンに入れて、そのままずっとカバンにやる。消しゴム匂い付きじゃない。昔使ってたけど今は消えるやつ。消えるやつを使ってます。あとは付箋も入ってる。付箋とか、あと何入れてたっけな。でも本当にあんま全然ね、筆ペンも入ってない。スライムも入れてないですね。あ、ちなみに青の筆箱にはみはるさんのあのアクリルキーホルダーがついてますね。そうなんです。綺麗な感じかと思ってきた。あ、割と普通の中身です。必要最低限なものを入れてる。なんか筆箱をなんか2個持ちする子とかいるんですよ。なんか筆箱を2個持って1つにペン入れて、もう1つになんかテープのりとかハサミとかのりとか、そういう感じで分けてる子がいるんですけど、青もねそうしようかなって思ってた時期あったんですけど、もう全部一気に同じのに入れた。そう、あおちゃん印鑑とか入れてそう。印鑑入れてないんですよ。でもたまにいるよね。たまにいる、印鑑入れてる子。カラーペンジャラジャラ入ってる子。青はカラーペンはもう一本に全部まとめてる。あとなんだろうな、筆箱。あ、定規はあのなんか30センチになるやつあるじゃないですか、2つ折りの定規。青はそれじゃなくて15センチの定規を使ってます。ノートはあのさ、青ノート幅が大きい方が好きで、なんか A と B あるじゃないですか。 A と B ある、なんか A の方がこの幅、縦幅が広いんですけど、縦幅が広いのが好きです。
ボールペンは青は普通に 0.5mm。 あとあのシャーペンの芯は青絶対 0.5 が好きなんですよ。あのね、青 0.3 すごいおすすめされたことがあって、友達に。でも青結構なんか筆圧結構強く書いててすぐ折っちゃうの 0.3 だから 0.5 を使ってます。あ、割となんか濃くはっきり描きたいタイプで、シャーペンの濃さは B か 2B かな。B か 2B を使ってます。あのね、濃いのが好きなの。すっごい薄いのより濃いのが好きで、だからノートとか濃い、すごい。でも小学校の頃はね、もっと濃かった。小学校の頃は、でも小学校の頃 2B より濃いのを使わなきゃいけなくて、HB 使っちゃいけなくて 4B とか使ってた時あった。そう、でも 2B か B を使ってます。シャーペンはこういうのが好きだから。え、 4B 普通に可愛い鉛筆めっちゃあったから 4B 使った。でもなんか美術とかでさ、こういうの持ってきてくださいみたいなのあるよね。そう、美術とかでお絵かき用とかなんか使うときに鉛筆持ってきてって言った時あった。最近の子供は筆圧が弱いから。え、青筆圧普通にめちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強い。デッサン、あ、デッサン、あ、デッサン好き、デッサン好きよ。デッサン好きだ。あおちゃん握力強そう。握力なんか、そ、握力そんな強いわけじゃないんですよ。 2B だった。美術の時はなんか 4B 以上の鉛筆持ってきてくださいって言った。授業中よく書く絵はノートの上にくっつき虫、あの違う色で一匹ずつ描いていく、たまに。F ってめっちゃ薄いのかな。え、青本当にみんなに小学校の頃の青の社会のノートを見せてあげたい。本当にあのね、筆圧濃すぎて面白い。筆圧濃すぎるし本当に面白いノート。はい、そんな感じですね。くっつき虫のアバター欲しい。え、くっつき、なんかさ、アバターをさ作れるイベントとかあったら作りたい。めっちゃ明日の配信は今のところ12時から12時半と夜の20時から21時まで配信しようかなと思ってます。
教科書に落書きしなさそう。あ、教科書にはね、落書きしないかも。教科書には落書きあんましないかな。でもちゃんと教科書すごい線引くよ教科書ちゃんと線引く人。はい、そんな感じで、では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 、明日の夜ご飯を発表したいと思いますね。そうですね、何がいいかな。みんな何が好き？あ、決めた決めた決めた。明日の夜ご飯はカレーにします。そう、カレーにする。今出てきた。カレーにします。この前実家からカレーのルーが送られてきましたカレーのルーが送られてきた。明日の夜ご飯なんですよ。はい、そう、ちゃんとママは分かってくれたみたい。レトルトじゃないルーが来て、ちゃんとママ分かってくれてたみたいで、あの甘口が送られてきました作れってことだね。うん、多分そういうことだと思うでも野菜買わなきゃ。あおちゃんカレー作れますよあおちゃんはお料理できますよ、少しだけブロッコリーは自分で食べるときはいらないかな。あおね、ブロッコリー買ったら絶対にあの茹でて塩かける食べ方をで食べるの。だからあんまり料理に入れることないんだよ。ハヤシライスは作れる。ハヤシライスはでも作り方同じじゃない？カレーと。お肉は何肉でも大丈夫ですよ、お好きなお肉素材の味を楽しみたい。そうですね、トマトとかも、トマト買ったらもうただ切って塩かけて食べる。簡単だし美味しいからでもカレーはさ、なんか何のカレー、ナンも美味しくない？カレー、カレーライスじゃなくてナンも美味しい。塩にこだわり、うん、塩にこだわりはない。ママがくれた塩ママがくれた塩を使ってる。ナンは美味しい。ナン自分で、でも一人暮らしでナン食べないすごい、実家帰った時に美味しいカレー屋さんがあって、そこでママとナン食べるまくちまくちです。
ナン美味しいよね。でもめっちゃ大きいよねナン。ナンめっちゃ大きいよね。ああバターチキンカレーが好き。パパも甘口。うん。青以外家族全員カレーの好きなんですよ。じゃあまあ昆布入りナン。あ、青それ見たことあるんですよ。昆布入りナン。こんなでかいのあるのってはるかとなった。でもまだナンの昆布パンまだ食べたことない。ありがとうございます。バターチキンカレーって美味しいよね。スープカレー食べたことある？スープカレーってさ、スープみたいなカレーってことあると思う。あるかな、あんま記憶にない。あったっけな、あれがスープカレーなのかっていうのは何個かあるんですけど、じゃあ食べたことあるかもしれない。甘口だとグリーンカレーは無理。グリーンカレーパパとママがさ食べてるんだけど、青はその時普通のカレー一人で食べてる。仕事戻りますね。頑張ってね。みんな午後からも頑張って。はい。頑張れ。はい。ということで。昼寝します。みんな昼寝してください。仕事の方は頑張ってください。あと今日も多分暑いので、ちゃんと水を飲んで塩を食べて熱中症には気をつけて。はい、頑張れ頑張れ。はい、ということで、頑張ります。はい、ということで今日もありがとうございました。はい、今日もありがとうございました。明日は12時から13時と夜の20、あ、間違えた。明日は昼の12時から12時半と夜の20時から21時まで配信します。バイバーイ。ゲスト投資投げありがとうございました。また明日見に来てください。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。